すいません、ちょっとお待ちください。大丈夫です。ヤンバルクイナ。ヤンバルクイナって何でしたっけ？皆様こんにちは、函館 YouTube です。本日やってきたのはこちら、あ、電車ありますね。この電車ですね、八千頭函館公園ですね。もう、あ、桜がちょっといい感じに咲いてる。今年の函館の桜は早いんでね。さあ今日は新店舗に行こうと思います。八千頭の力来たら終点です。八千頭電停、八千頭電停を右に曲がります。右に曲がって見落とさないでくださいね。すぐですから。右曲がってまたこのすぐこっち、こっちです。こっち、ここのお寿司屋さん江戸松さんの横、ここなんか沖縄料理って書いてる。行ってみよう。本日やってきたのは八千頭にできた新しいお店、沖縄料理屋さんです。その名も沖縄カフェさんにやってきました。沖縄カフェさんはちょっとこの路地入っていくんですけど、ちゃんと駐車場もあるので、はい、駐車場はこちらですね。今車止まってるんですが、1,2,3,4 と計4だったら4台止めれますね。他にも駐車場あるみたいなんですが、ちょっとお店の方にそれは確認して聞いてみてください。それでは早速行ってみようかと思います。外にこうやってメニューがあるんですけど、結構これ大事なんで必ず見てから行った方がいいかもしれないです。それは後から理由がわかります。しっかり見てくださいね。お店ののれんのデザインが可愛いですね。沖縄カフェ in 函館。なぜ沖縄という場所から函館なんでしょうか。その辺のお話もお店の方に聞いてみたので、今回ゆっくり見てください。すいません、先にあれしっけ、はい、沖縄カフェさんは先にメニューを決めてお金を支払ってそれからテーブルに座るスタイルになっているので、外の看板を見ておいた方がスムーズかなと思います。ソーキそばっていうのがなんかセットになってる、はい、そうです。このジューシーという沖縄の炊き込みご飯がお茶碗に入ってまして、うん、でソーキそばはあの一人前 の, あのスペアリブ、骨付きスペアリブが乗った おそばのセットです。すごい、はい。一押しですか。あ、一押し。一押しです。まずオープンおめでとうございます、はい。ありがとうございます。ありがとうございます。いつオープン？4月11日にオープンしました。11日に。うん、先週。ちょっと料理食べてるとことか、店内とか紹介しても大丈夫？もちろんですね。乗せてください、私も。私出ますか？ぜひぜひ、はい、一緒に写真撮りましょう、それ。わかりました。はい、店長、はい、おすすめがジューシーソーキそば。はい。ですね。ジューシーソーキそばおすすめです。わ、はい、かりました。骨付きのスペアリブが乗ってます。じゃあそれを一つください。はい。かしこまりました。はい。少々お待ちください。大丈夫です。大丈夫。すごいですね、YouTube だなんて。いい。かっこいい。やりたいです、私も。あ、ぜひぜひ。教えてください。お金払いますね。じゃあソーキそばのセットでよろしいですか。はい。はい、では1500円です。はい。こちらヤンバルクイナの札をお持ちになって、うん、お席にお座りください。ヤンバルクイナ、ヤンバルクイナって何でしたっけ。あの飛べない鳥です。お、沖縄の飛べない鳥。わかりました。これは僕だけヤンバルクイナなんですか。皆さん違うんですか。皆さん違う。あ、違うんだ。いろいろありますね。じゃあ全種類コンプリートできるように。そうですよ。いっぱいありますよ。アムロナミエもある。サンゴもありますね。サンゴはね、皆さん言われても大丈夫、わ、はい、かりやすい。どこでもいいんですか。あ、はい、お席のお席に、はい、ここがソファー席でして、こちらがあのつい座って、はい、え、渡辺さんって、うん、函館の人なんですか。違います、沖縄から来ました。沖縄から来たんですか。沖縄からいろいろ行ってて函館にたどり着きまして。そうなんだ。いついちゃってます、函館好きすぎて。いいですか。
あ、函館の人が始めたわけじゃなくて。でないです、沖縄の人です。生粋の。生粋です。名前でもあれですね、沖縄っぽくないですね。そうですね、結婚してこの名前になったんですけど。もともとは、もともとも普通の名前なんですよ。具志堅じゃないですか。申し訳ないです。もともとも前田で。あ、そうなんですね。普通で見てたら自分たちで。そうです、もう全部ね、みんなで友達で集まって、リニューベしましたね。木で塗った感じありますね。塗りましたね。あとはプロの大工さんたちに伝授してもらいながら、はい、プロデュースしてもらいながら、なんか全然苦じゃなかったですね。床とかも直したんですか。床もここ畳だったんですけど、もうボロボロだったので、はい、そう直して、はい、直していただきましたね。ここら辺は、この辺はもう全部プロの方がプロデュースして入ってくれて、はい、ここドアだ、扉だったんです。あ、そうなんですか。はい、でここが壁だったんですよ。へー。ここ壁ぶち抜いて寄せて、ここ廊下だったんですけど、キッチンにしました。面影ないっすね。面影がそう、ビフォーアフターね、今後インスタで載せようとは思ったんですけど。もうカウンターいいですね。カウンターいいですよ ね。火入って明るくて、うん、明るくて撮影するならここがいいかもしれない。あ、うん、そう、気持ちいいですよ、ね、編集とかで使ってください。ゆっくりしながら、どんどんそうか、まあ、ゆっくりしてっていいんですよ。全然すぐ帰らなくていいんですよ。帰すもんね。うん、ゆっくりして、ゆっくりしてもらって私と、オリオンビールがあって、オリオンビールも入れます。あとね、これも、ね、はい、これも高校の同級生が今やっている、はい、働いているところで、沖縄のクラフトビールで、はいはいはい、今後お昼なんですけど、まあ、土日とかに昼飲みとかで、うん、いいですね。で、まあ、電車近いので、うんうん、電車で帰ってくる。ハブボール、ハブボール、ハブ酒が入ってるんですよね。ハブボールすごい、ね、面白いですよね。サンゴコーヒーはこれ、買うとサンゴの服、なんだろう、ためにお金が買われるってやつですね。サンゴ、うん、減ってきてるらしくて、沖縄の。すごいこだわって、これかわいいですよね、こういうグラスも。あ、これ琉球ガナスです。いいっすよね。あの、マンゴーの、マンゴーのジュースの、はい、あれすごい、いいな。これもヤチムンで、で、お蕎麦入れていた、お皿も全部ヤチムン通りから集めてもらって。ヤチムンって何ですか。ヤチムンって沖縄の焼き物があるんですよね。をセレクトしてもらって、はい、送ってもらって、こちらで使わせていただきます。いやね、可愛いから写ってほしいんですけど。主婦の方でね。あ、そうですか。そうそうそう、
大サービス。え、あの音。チョコレートは友達からもらいました。え、すごい。はい、お客さんに配ってねって言ってくれてたんで。え、すごいですね、これ。すごいですよね。私もびっくりした。できるんですね、こういうの。そう、こんなのあるの、チロルチョコちゃんと。はい。はい。中身はちゃんとチロルチョコでした。すごい。すごいですよ。すごい。こだわって、これ、かわいいですよね、こういうグラスも。あ、これ琉球ガナス。ですよね。ありがとうございました。腹いっぱいです。それ何件かありますもんね、函館。そうなんですよね。私はまだ見たくないから、研究しに行かなきゃ。ああ、なるほど。全然味違うんじゃないですか。結構麺が違いますね。あ、違います。麺が違いますね。そうなんだ。っていう感じですね。そうなんですよ。すいません。よいしょ。じゃあ、どうでした？ごちそうさまでした。はい、気をつけて。はい、ありがとうございます。おはようございました。おはようございます。というわけで今日は八ヶ白にある沖縄カフェさんに行ってきました。お腹いっぱい食べた。本場の沖縄のソーキそば、まさかお店の方が沖縄の方だとは思わずちょっとびっくりしましたね。今回行ってきた沖縄カフェさんは地産地消を心がけて美味しい北海道道南の食材で沖縄料理を作ってるそうです。新店舗八ヶ白の古民家にて4月11日にオープンしました。店の雰囲気はまあ動画で見てもらった通り、何でしょう、おばあちゃんの家に行ったような居心地の良さでしたね。ゆっくりした空間が素敵でした。椅子があってソファ座敷、好きな席に座ってランチを食べて、でコーヒーだけを飲んでもいいしジュースだけ飲んでもいいし、さっき言ってもらったみたいにね、ゆっくりしてってちょっとした作業スペースとして使ってもいいんじゃないかなと思います。沖縄カフェ、ご飯もカフェも楽しめる素敵なお店でした。それでは函館公園の桜を見てお別れしましょう。今はですね、2023年4月の18日ですね。なので結構桜が咲くのは早かったので、ゴールデンウィークまではなんとか咲いててほしいですね。最後まで見てくれてありがとうございます。高評価ボタン、チャンネル登録、コメントなんかもくれると嬉しいです。それではまた見てください。ありがとうございました。